お願いします今回まさに俺4度目の二十歳だということで、えー、実際肉体的に二十、えー、歳の、えーまあ、肉体的な身体的な能力というものを何とか取り戻してそして今回の80歳のレベルスのチャレンジ これを成し遂げたいなと思っておりますただよく言われるんですもうこの頃誰に言われてもやっぱり今80歳になるともうどうしてもあの世の方が近いと思っている人が多いみたいですから生きて帰ってこいということばかりあちこち言われてますけどもまさにその通りだと思います、まあ、しかしこのチャレンジトライというのはやはり限界まで頑張ってみたい世界最高齢ということですけど 最高齢齢といいう年齢には僕自身あんんまりこだわってないんです80歳という年齢自分自身とこれにトライしてみたいということでもありますこの記録というのはもうすでにどんな場合でも誰かが破るもん破れる人が当然出てくるわけではある年をとって僕は一番衰えるのは気力といいますか気持ちだと思います これも一旦衰えかけた60代の初めの頃これをやはりこのエベレストという目標があったおかげでやはりこの若い頃これできたら死んでもいいと思うような気持ちそれを振り起こしてまあ要するに勇気だとか執念だとか根性というのもやはり自分自身で目標あるということで湧いてくるのかなと。これがある意味では、えー 究極のアンチエイジングといいますか、えー、若さを取り戻す、えー、大きな一つの、えー、方法かなと,とも思っております。